はい、皆さんこんにちは。食べごとの時間です。声が変わったことにお気づきでしょうか。そうなんです。皆さんから顔出しでやった方がいいとたくさんご意見をいただきました。そんなわけで今回から生声で配信することにしました。顔出しはパスします。さて、作業も減って作りやすくなったのでシリーズものに挑戦したいと思います。名付けて世界の料理物語。どうしてこんなことを考えたかというと、ホテル学校や料理学校の講義、そしてレストラン、ホテルなどでセミナーをしていると、そもそもフランス料理って何ですかとか、和食と日本料理の違いは何ですかといった質問が結構多いんです。実はこれ、答えるのがすごく難しい質問なんです。頑張って簡単に言ってしまうと、その国で発展した料理ということになるんですが、ただ世界中の料理には家庭料理や地方料理、居酒屋料理、そして高級料理といったいろいろなタイプとスタイルの料理があるわけです。料理は調理だけでなく食べる環境、食器、サービスといったさまざまな要素で成り立っているので、一言で説明するのはとても難しいわけです。昔はその国の食材を使い、その国の調理方法で作られた料理というふうに考えられていましたが、今ではフランス料理やイタリア料理にも日本の食材や調味料が使われたり、反対に日本料理にキャビアやフォアグラが使われるようになっているので、この考えには無理があります。実際その国の代表的な食材や調理方法の中には外国から伝わったものが結構多いです。料理は他の文化と同じように一方通行ではありません。他国の食文化を取り入れ変化し、またそれが大元の国に逆輸入されたりということを繰り返して発展してきたわけです。そしてこれからも変化していくと思います。これからこのシリーズを見ていただくと、そうした料理の変化が分かっていただけると思います。そして一つ一つの国の料理のエスプリを感じ取ることで、フランス料理とは何か、日本料理とは何か、といった答えが得られると思います。さて、シリーズ、世界の料理物語、最初はフランス料理から始めたいと思います。さあ、世界の料理物語を始めましょう。第1巻はフランス料理。フランス語で歴史や物語をイストワールと言いますが、日本語の物語と歴史ではノンフィクションとフィクションほどに感じ方が違ってしまいますね。歴史の研究者に怒られそうですが、歴史の中には伝説や神話が飛び出すものもたくさんあるので、まあ一種の物語と言えるかもしれません。そんなわけで世界の料理にまつわる歴史と物語をいろいろな人の視点と記録から取り出しお話ししていきたいと思います。フランス料理の第1回、まずは料理のタイプとスタイルについてお話ししましょう。フランス料理は世界の代表的な郷土料理と言われています。まあ簡単に言えば接待料理や宴会料理ですが、そんなわけでなんとなく堅苦しい、マナーが大変、高級、おしゃれなんていうイメージが強いけど、それはフランス料理の中でもグランドキュイジーヌとかオートキュイジーヌって呼ばれるもの。もちろんフランス料理にも地方料理や家庭料理、そしてビストロやブラスリーと呼ばれる居酒屋で提供される料理だってあります。オートキュイジーヌやグランドキュイジーヌを日本語では高級料理や宮廷料理というふうに訳しています。で、現在我々が目にすることができるオートキュイジーヌには4つのスタイルがあります。今回はこの4つのスタイルを簡単に説明して終わりたいと思います。1つ目はキュイジーヌクラシック、古典料理というもので、19世紀から20世紀の初め頃にかけて形が作られた料理です。現在のいろいろなフランス料理の原型になっています。そして2つ目はヌーベルキュイジーヌと呼ばれます。日本語では新フランス料理というふうに訳していますが、これは1960年代から
70年代にかけて流行した料理のスタイルです。3つ目はキュイジーヌモデルと呼ばれる料理で、日本語では現代フランス料理というふうに訳しています。今多くのフランス料理店で見られる料理のスタイルがこれです。そして4つ目はキュイジーヌモレキュレールとかガストロノミーモレキュレールと呼ばれ、日本語では分子料理と訳されている料理です。これら4つの料理の詳しい説明は個々の時代の中でしていきたいと思いますので、それまでちょっとお待ちください。さて、こうしたフランス料理はいつ頃現れたのか、次回はその辺のお話をしていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回にお会いしましょう。